無益な血は流したくない。引いてくれ。一緒に踊ってみる？ダメだもん！皆さんの力をお借りします。もうダメ。この機を逃すな。畳みかけるぞ。もうダメ。どいつだ、死にたいのは。もうダメ。さて、楽しませてもらおうか。楽しみましょう。準備はいい？ダメだもん！避けて通れぬなら斬る！無益な血はない。遅れるな。ダメだもん。命が惜しくば。準備はいい？もうダメ。皆さんの力をお借りします。ダメだもん。この機を逃すな。畳みかけるぞ。遅れるな。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。私の番ね。準備はいい？もうダメ。遅れるな。皆さんの力をお借りします。もうダメ。さて、楽しませてもらおうか。
私の番ね。皆さんの力をお借りします。ダメだもん。準備はいい？ドイツだ。死にたいのは。準備はいい？街の中は洞窟って感じもしたが、こうして部屋だけを見ると普通の家と変わらないな。それは当然だろ。洞窟だと思って見くびってもらっては困る。いくら穴蔵を好むからといって、俺たちだって住みがたい場所に住み着きたいとは思わないからな。あなたは？俺様はガンツ、トゥラン一の鍛冶工だ。てことは。話は聞いてるぜ。ハスカリンの土だろ。俺様くらいになればどんなものでも、それがたとえ伝説としてしか残っていないような武器や防具だったとしても、一通りの作り方は頭の中にあるもんだ。俺様に任せておけ。グリアーズにできたものが同じグリアーズの俺様にできないはずがない。素材さえ都合がつけば、薪だろうと何だろうと、この世にまたとない一品に仕上げてやる。仕上げはプラムの仕事ですの。なんだこのちっこいのは。ん？ネルスか。いやすまん、道理でちっこいわけだ。グリアーズのガンツさんに言われたくないですの。残念だったな。ここにはお前みたいなちっこい女はいないんだよ。それは女性のグリアーズだからですわ。男性のグリアーズは人のこと言えないですの。ガンツさんなんてトーマさんやゼルバさんに比べたら全然小さいですわ。ふん、いいんだよ。男はな、デカさじゃない、腕っぷしと度胸がどれだけあるかっていうので価値が決まるんだよ。カチンコチンにお期待になってしまったのですわ。殿方はどれだけ女性に優しくできるかで価値が決まるものですの。なんだと？誰が頭の中までカチンコチンだって？大きな声を出さないでください。ガンツさんの大声は洞窟の中だと反響して頭に響きますわ。ガンツさんはもう少し資料をお持ちになった方がよろしいですわ。こんな言わせておけば。まあまあご両人さん、ひとまず落ち着けって。私たちにはあなた方二人のお力が必要なんです。プラムさんもガンツさんもお願いです。これはお二人にしかできないことなんです。まあなんだ、それは引き受けたのは俺だし、俺にしかできないことだったからな。
うですわ。これはプラムにしかできないことですの。ですが、これはお二人の力が揃って初めてなせることでもあるんです。そうそう、募る話があるんだったらこれからいくらでもするといい。何せ時間だけはたっぷりとあるんだからな。まあいい、男が一度口にしたことだ。約束は守る。プラムもネルスの代表ですの。些細なことは水に流して差し上げますわ。たく、ややこしい奴らだな。己の腕を頼りにしている者たちじゃからな。それなりの自負と自尊心があるのじゃ。つまり自分が一番ってことだろ。だから面倒だって言ってるんだ。己が一番、誰にも負けぬという気概がなければ務まらぬって。相手が相手じゃからな。気弱な者よりは気が強いくらいの方が良い。そう、お主のようにな。私は別に。時間はいくらでもあるか。そのことは後で話せばいいだろう。今聞かせたところで右から左に抜けてくだけだ。そうね。これでようやく素材集めに行けるな。少し遠回りになったが、あとは素材集めに専念できる。まずは無表の冷水か。アウリスコへ向かおう。